マシモバンスズ名明治8年10月17日は、江戸時代後期の幕臣、明治初期の教育家、貝イノ国山梨郡中萩原村向き久保に生まれる。父は、百姓の鶴田千絵門。陽名は東介。文政8年に、江戸へ出府し、幕臣小原らの、その後、貝イノ国の伊沢大官所、谷村大官所の手代を経て、 天保7年に幕臣である真体への火力を買い、なお千路城と改める。その後、番所調べ所長駅金番州、調べ役肝入りとなり、慶応2年には陸軍武行並支配となる。明治維新後は、江戸を離れて、武蔵区に南多摩郡原町殿、丹後国久美浜、駿府などへ移り、現在の神奈川県横浜市の下町で、私塾、通る岩塾を開いた。 バンスズナの遠石である、原町殿の渋谷千次郎宅には、トールガン塾の出張所があり、自由民権運動が盛んな多摩地方において、多くの民権運動家を輩出した。自運寺境内にある、マシモ・バンスズナ先生生誕の地の碑文。2014年12月23日撮影。バンスズナは上京した、公衆人に対しても支援を行っている。バンスズナと同郷の中、萩原村には、 百姓、樋口八左衛門がおり、八左衛門の孫に女流小説家の樋口一葉がいる。伴鈴名は、八左衛門と知縁があり、八左衛門の子、一葉の父である大吉は安政四年に、江戸へ出府すると、伴所調べ書時代の伴鈴名を頼り、伴所調べ書の使用人となっている。また、原町伝の渋谷千次郎の弟、三郎は伴鈴名の孫にあたり、 破断となったがサブローと一葉は、巨根の間柄であった。また、バンスズナは、明治後に、現在の甲州市縁山藤木の方向寺に、要通る定期心の、法流寺近道西平域阿弥陀三尊蔵図写し、川上東外筆、五百羅館像を起心。さらに、新元孔三百回帰のため臨寺に、松本風子筆、武田二十四小図を奉納。そのうちの、山本助像は、 カンスケの肖像としてよく知られた作品である。バンスズナの伝記として、1914年4月に、孫の坂本三郎が記した、バンスズナ余り影がある。記事の公衆支援山中、萩原の自ン寺境内には、マシモバンスズナ先生生誕の地の碑文がある。これは1914年4月に、親族や自ン寺住職、地元有志らによって混流されたもので、専文は、 松平康志国、天学は徳川家里で、日高秩父の書。同じ境内には1922年、大正11年に混流された一葉女、番鈴名あまり影生は、樋口一葉と公衆では、鶴田、番鈴名あまり影では、マスとしている。ありがとうございます。